はい、こんにちは。今回は東京マルイのシグ P226 レイルをご紹介したいと思います。先日の動画ではね、皆様本当にちょっと弱気な一面を見せてしまいまして申し訳ありませんでした。心を入れ替えてね、また頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。ということでですね、今更かよっていうようなですね、この丸いのね、226、2006年ぐらいの製品ですかね。当時ね、あんまり丸いさんのエアガンというのはエアコキとか電動ガンぐらいしか知らなかったんですけれども、だんだんね、なんか本格的な製品を出すようになってきた頃の製品ですよね。買ってみてね、打ってみたらまあよく当たるし、で思ったよりね、重量感とか質感が良かったんで、私は随分これは2丁ありましたね。1丁ね、ちょっとね、事情がありましてジャンクになってます。はい。というのもですね、当時ね、勤務先でやってたお祭りに持ち込んでですね、バカスカ打ってたらね、打ったり打たしたりしてるうちにね、落っことされてしまったりなんだりでね、本当にねかわいそうな思いをした銃でございます。これはね、その時の直後ぐらいにやっぱりもう一丁買ったのかなって気がするんですけども、あんまり素性がはっきりしないんですけれども、はい。ちょっとね、昨日夜仕事終わってからね、試写する時にちょっと油をいろいろとねあちこちつけてしまいましてね、魔法の布できれいにしてやらないといけないんですけれどもね。でこれは鋳物のもちろんマガジンがついたエアガンなんですけれども、バランスがね、思ったよりはいいんですよね。で、まあ、もともとシグっていうのはね、全体的にこう二等辺三角形に近くて、これがこんなに長いとね、アンバランスさが目立ってしまうんですけれども、かえって目立たないのかなっていう感じで、遊んでみました、昨日ね。今日もフォアローゼスです。美味しい。ちょっと空打ちってみましょうか。絶好調ですよね。はい。でまあね、最近またシグのね、田中さんのモデルガンで気配がいろいろと盛り上がってますんでね、乗っかろうってわけじゃないんですけれども、以前からね KSC 版田中版紹介してる中でですね、丸い版持ってますという方もいらっしゃったんで私決して丸い版を軽んじてるわけじゃないよということで、今日お見せしようとしている次第でございます。で箱はですね、これまたね、当時かっこよかったですね、この箱ね、ものすごい。だから M92 が F が先に出てましたよね。であれは申し訳ないですけども、いろいろと、機構が省略されていたんですけれども、この226に関しては、まあ、かなりリアリティ路線ということで、なんていうのかな、丸井さんのね、もっと本格的なエアガン、エアガスブローバッグの方に行くんだっていうのがね、十分垣間見えたような製品でした。で箱を開けるとこういう感じで、マガジンと本体が入ってると。で付属品がここにまとまってるのがね、好感が持てますね。この頃はまだ発泡スチロールまでですよね。でこの後ガバとかあの辺からね、布がねこうついてね、一応ね、まあ安っぽいけどそれはそれでいいんですよね。で問題はこの箱からね、これが出てきちゃったんですよ。キャロムさんのインナーバレルで、皆さんに聞くことじゃないんですけど、これを取り替えた後にノーマルのバレルがここに入ってるのか、取り替える前の今状態で取り替えられるのを待ってここに入っているのかっていうのがね、私ちょっとよくわからないんで、今回ね、ちょっと取り替えはしませんでした。多分ね、今はね、ノーマルのバレルがついてると思います。はい。なんかこんなの買ってたぐらいだから、かなり気合い入れて、このモデル、まあでも安いですね。2000円ぐらいでしたらね。このモデルは随分ね、思い入れがあったんだなというふうに思いますね。もちろんちゃんとね、ショートリコイルもしますしね。非常にね、あと、ここですね。でコッキングレバーもちゃんと効きます、はい。でね、握った感じがね、またコロッとしててね、
この間ね、散々228は握りましたからね、まあ、あれにね、近いね、人間工学的に優れたね、バットプレートのところ取り替えられないですけれどもね、これで十分なんかいろんな人の手に合うんだろうなって気がします。私の手でもマガジンねリリースできますからね。ただマガジンが自然にねシュッと落ちてこないんですね。これねなんか引っかかってるような気がします。この段が引っかかってたりして、はい。でもちろんですね、このマガジンは亜鉛の鋳物ですから腕玉くんはつかないと。ここかな、やっぱりここいいですね。ここね、なんかこういうね、こういうなんかレーザーサイトみたいな感じでね、はい。で今回ね、これね、特筆すべきはこのレールがついてますよね。このレールがね、ものすごくこういうのがつきやすいサイズっていうか、微妙になんかこう、よくやっぱりつきづらいとかってあるじゃないですか。これやるときにすごい硬いのもあるんですよ。でこれパチッとこう綺麗にくっつくんでね、非常にいい感じで。で今回はですね、あの試写の時もね、このレーザーサイトライト付きでやってみたやつと、このレーザーを使わずにですね、自分の目でやったやつと、比較した試写結果を持ってきてますんで、その辺楽しみにしていただけたらなと思います。まあいずれにしてもね、私のこの老眼によるものですからね、大した結果バシッと期待できないかもしれないですけど、こっちのライトだとレーザーの出っ張りがない分だけトリガーガードとつらい位置になるんで、非常にあの、なんていうんですか、すっきりした感じですよね。はい。ね、今までね、このライトなんてね、あの実用性はあるんでしょうけれども、我々ガンマニアにあんまり関係ねえやなんて、私お座敷シューターには関係ないと思ってたんですけれども、老眼にはいいですね。これね、的がはっきり見えますからね。ぐっとねコントラストが上がりますんでね、的のね、もうね、なかなか最近愛用するようになってきてしまいました。じゃあまず重量から測りましょう。おいおい、下が柔らかいからあれかな、 800g ありますね。まあマガジン付きですけれどもね。でマガジンを取ってしまうと500g。 まあ ABS ですからね、 ABS にしちゃ質感いいですよね。これあのエアコキにも共通して言えますね。丸井さんの場合はね、非常にね、なんか質感がいいんですよね、エアコキもね。私ね大好きですよ、あの丸井さんのこの質感は。であとは初速かな。あとマガジンのね、あの給弾するところのここまでフォロワーを下げてしまうと、この溝からねコロ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 って BB 弾を入れられるんで、 BB 弾が傷つかずにね、こっちからバチバチって入れるとね、やっぱり傷がついちゃったりしますけれどもね、これでねコロコロって入れる分にはね傷もつかずに楽しめますから、これ非常に面白いなと。この機能全部やってくれればいいのにな、どこのメーカーさんも。なかなかね、どのメーカーさんもってわけにはいかないですね、この機能はね。はい、よいしょ。せっかくですからこっからいきますかね。でね、はい。でこれで今、スタンバイになったところですね。おっといけねえ、よいしょ。また危険なんでね、飲んじゃいますね。懐かしいですね、おバカなあのCG かなんかを打ったんですよね、この液面をね。本当にね、何を考えてたんだろうかと思いますよね。じゃあ打ってみますね、的に向けて。失礼、 62.2 ですね。はい、十分あの安全基準の中に入っているということになります。ホールドオープンします。あれ窓か、パーン、しっかりかかりますね。もうほんと作動重視、あの手にくるねパーンというね、弾けるような衝撃、
それとやっぱり音がね、比較的丸井さんのね、ブローバックの場合は大きめなところがね、私は気に入っています。で、今日はあんまりね、これ古い銃ですから、なんていうんですかね、新型のやつを持ってきてもかわいそうだなと思ったんですけれども、まあ、なかなかうちに比較対象も限られてるんで、とりあえず KSC さんの、これ前回ね、もうすでに見てください、このオレンジのシールが貼ってあるということはですね、もう紹介済みのレール付きの、よいしょ、こいつがいいかなと思ってね、油だらけですね。ほら、並べてみてどうですか、質感変わんなくないですか、あんまり。こっちヘビーウェイトなんですけどね。悪くないでしょ。なんか全然ね、本格化の KSC に対してなんかおもちゃの丸いみたいな、もしかしたら風評があるのかもしれないですけれども、なんのことはない。私からすればどっちもいい銃ですよ。ということで、こいつにもガスをね、足してやりましょう。昨日から散々ね、打ってますんでね。マガジンから比べるのもおかしいですけどね、こっち KSC さんの。やっぱモールドながらね、こういうのが入ってるところはやっぱり KSC さんらしいですね。ただこっちもいいものなんですよね。古いの持ってくればよかったな。で、ここのマガジンベースのところはちゃんとスチールで、丸井さんのはまあこういう感じということになりますね。本体の方に関してはね、本当になんか、どうでしょう、刻印比べ。これが KSC ですね。で、丸井さん。どうです ?KSC さんのね。ね、で、丸井さんの。ね、どっちも悪くないような気しません？はい。ね、上から見てもあれだし。ストロークはどうなのかな。あれ、なんか丸井さんのが下がってないですか。やっぱシステム7になると交代量が、あ、でもそうでもないのか。どこで比べればいいんだ。ハンマーの位置だ。こんな感じかな。ちょっとダミカどけて、よいしょ。どうでしょう、ハンマーの位置で比べてこんな感じとね。なんか似通ったような。ただどう考えても歴代その積分してサバゲで活躍したのはこいつでしょうね、丸井さんの方なんでしょうねって気がします。はい、重さちょっと比べてみましょうか。絡みでいきますか。さっきこいつ504でしたよね。じゃあ KSC のどのぐらいなんだというと603、498、あ、504ね、 100g ぐらい。これヘビーウェイトですからね。で、マガジンを入れてしまえば丸いが801、 KSC さんが898、あ、99か。やっぱちょっと重いですね。さすがヘビーウェイト。 ABS があると良かったんですけどね。ですから、まあ重さなんかであまり比べてもかわいそうですね。じゃあやりますか。お楽しみで。別メーカーの二丁拳銃ってあんまやったことないですよね。不器用な入れ方だな。ケースさんどうやって入れるんだっけ。あ、これか。これはまた独特の。これは結構こういうふうに動画を撮りながらやるにはかなり指先が器用じゃないときついぞ。ほら、よいしょ。よし、こんなもんか。よし、じゃあ楽しんでみましょう。主役はね、あくまで丸井さんですからね。 KSC さんはゲストということで、 KSC は左手でいきましょう。よいしょ、行くぜー。
ってちゃんとねカッコつけましょうか。こういうのどかしてね、いきます。なかなかの、なかなかの楽しさでございます。実際ね、やっぱこっちの方がブローバックスピードは速いですよね。ちょっとやってみましょうか。いいですか、丸いの方ね。ケース C、ほらね、丸いの方ケース C、うん、まあヘビーウェイトですからね、仕方ないですね。やっぱりこっちの方がね、回転がいいっていうんですかね、パパパンと打てるような感じですよね。でポンポンポンって感じですよね。もちろんね、あの人それぞれ好みはまあ違うと思うんですけれども、その辺ね、どちらで楽しんでもね、それなりに楽しいんじゃないかなという気がします。あとちょっと嬉しかったのはですね、これ昨日あのホップはあの聞いてないことを確認するためにバラしたんですけれども、その時にね、ここ見てください、ここがね丸くなってるんですよね。でどういうメリットがあるかっていうとですね、これをね回す時にですね、ここに全然当たらずに回せるんですね、このテイクダウンレバーがね。でここがねとんがってるとね、位置によってはね、ここにこう当たっちゃってね、こういう感じで、こういう感じで、で痛めちゃう時があるんですけれども、ここがね丸まっててくれることによってね、でもね KSC さんのもね微妙に面取りされていますね、ここはね。はい、で丸井さんのも完全に面取りされてるのがもう見てわかるっていう感じですよね。こういうところね、ちょっとねユーザーに優しくていいなって気がね、私はしました。私が不器用なのもあるんですけどね。で翻ってですね、例えば田中さんのを見てみると、田中さんのも気使われてるのかな、その辺は。っていうか実銃がそうなってるのかな。あ、田中さんのも一応軽く面取りはされていますね。はい、ですからこれも、うん、大丈夫そうですね。はい、そのあたりがね、私はすごくね昨日はねおおと思いました。どうでしょう、じゃ田中のもせっかくだからしばらく行ってもらいましょうか。でこれと比べましょうよ、これとね。お、やべ、こういうの最初から用意しとけよってそのうち言われますね。226、お、レールかな、あ、これかな、これでね、比べてみましょう。まず今日の主役の丸井さんからね、どっちがそうなんだこれ、4つあるけど、これっぽいな、当時って書いてあるから、これをね比べるとね、丸井のやつね、あ、いいですよ。皆さんからどのぐらいしっかり見えてるか分かりませんけど、私から見るとほらぴったりと合いますね。でこれ田中のか、田中さんのも、お、合いますね。 KSC さんのは、あ、ちょっとねこれ違うのかな、あ、合いますね、ぴったりね。ということでみんなちゃんと原寸大にできてるっていうことなんで、そっくりなのも当たり前という、当たり前の結果が出ましたということで、そのぐらい今もうレベルは拮抗してますよってことなんですね。はい、内部機構で勝負ってところなんですかね。ちなみにね、どれがどれだか分かんなかったんですが、これ丸井さんですね。丸井さんはね、あとそうだ、ホップの調整の仕方が違いますよね。丸井さんはね、いけない、ちょっと待ってて、スライドを外してこの奥に見えるダイヤル、これでホップ調整をします。こっちに持っていくとホップなし、こっちに持っていくとホップが効くという形になりますね。で KSC さんの場合はここからね、
あの例のレンチを突っ込んでコキコキコキ回すと、ホップ調整ができると。で田中さんのもやっぱりスライドを外してっていう形になりますね。はい、スライドどうせだったら全部外して比較しちゃおうか。別にスライドを外したところを見たところで何かが変わるわけじゃないとは思うんですけど、とりあえず中身比べということで、田中系あの、丸い KSC のシステム7とこれっていう感じですね。それぞれやっぱ趣が違いますね。フレームのところもほら3つ並べると全然違いますよ。ほらほらほら、田中丸いケース C、まあバルブのね叩き方がそれぞれ違うんでね、中身も変わってこようって感じですね。田中さんのがね、これ ABS 版ですけれどもスッカスカって感じで一番軽いですね。この辺がやっぱりあの機構がすっきりしてる分軽いんですね。でこの辺はこの辺が全部ね鋳物のねインナーが入ってますから、それで重いんですね。はい、マガジンは、田中さんがこんなマガジンとね、丸いがこっちという感じですね。まあ、どれもちゃんとね、あの刻印みたいなのが少しずつ入っててね、楽しめるようにはなってますね。はい、ということでね、こんな感じで、三者三様ですけれども、まあ、それぞれいいとこ悪いところあるんで、パッと手に持って握った時やっぱりね、田中さんのやつ、あの P8 なんかだとここが拷問みたいに痛いですけどね、これはもう優しくて手にね、その分嬉しいと。丸井さんのやつはもう旧大点ってまさに感じですね。これも握りやすいですね。でこれはあの、特別っていうかバージョンでおまけで、あのこのパックマイヤーがなんかのグリップがついてきてるんで、その握り心地になってますけれども、なんとなくね丸田棒のちっちゃいのを握ってるような感じです。人によって好みはあると思いますけれども、はい。お、いけねえいけねえ、実写性能、これを忘れちゃいけません。で今回ですね、さっき申し上げた通り、このレーザーサイトのレーザーの方をね、使って打ったやつがこれです。いや、レーザーよく当たりますわ。ほらほらほら。ほらほらほら。ほらほらほら。こんな感じです。で、私が肉眼で打ったのがこっちですね。お、1番どっか行っちゃったな。あ、これが1番。通常のね。これはだから通常のサイトで打ちました。でこれも通常のサイトで打ちました。一発外してますね。こっちも一発外してますね。で真面目に狙って打ちましたと。どうでしょう、やっぱりね、精密に打つにはやっぱサイトでちゃんと位置を確認して打った方がいいと思います。で思ったのは、やっぱレーザーでやるとね、自分の手がどのぐらい震えてるかっていうのは分かりますね。私の場合5メートルの距離からですと、この黒の中は結構赤いポイントがうろうろしてしまいます。でもその分、その狙ったところに当たるっていうのはですね、やっぱり銃がやっぱり優秀だということで、まあ実写性能、丸井さんの場合はね、本当にあの何て言うんですかね、安定してますよね。これ今回ホップなしでやったんですけれども、ホップがあったにしても同じような多分成績になると思います。10メートルぐらいまでは、そのぐらいね、丸井さんの、ホップアップシステムっていうのはやっぱりね、数こなして検証してますからね、レベルは高いですよね。ということで、今回は主役は東京丸井の、P226 のレールだったんですけれども、ゲストに来た挙句みんな結構バラバラになっちゃって、こんな小間物を広げた状態でお別れになってしまいます。ではまた。